はい、所沢整体院ココア院長の金勝寿です。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日も妊活をされている方にアドバイスやヒントをお伝えしたいと思っております。今日はですね、ちょっと都内の方行って妊活のセミナーがありまして、まあそこで、まあ、私たちが勉強しているようなことをまた詳しく話し、皆さん、妊活されている方たちに対して話をしてくださいました。私の当院に来てくださっている方たちも何家族か一緒に行ってですね、まあそのセミナーを聞いてたんですけども、全部で50何人いらっしゃいまして、結構な数でした。なんでやっぱし不妊症で悩んでる方が結構いるなっていうのを実感しました。はい。で今日は日本妊活協会の選手スタッフさんが全員来てくださって、東京大阪日本各地の先生たちが勢ぞろいしたので、あすごいな今日はと思って聞いてました。はい。でやっぱそこでやっぱ反応が一番良かったのがやっぱ食事なんですね。食事はもうすぐ変えられると思うので、すごい皆さん反応が良くて、写真カシャカシャカシャ撮る音が聞こえてました。でちょっと今日はいくつか食事についてありますので、ぜひあなたにちょっとシェアをしたいと思っております。でまずはすぐ変えられるようなことなんですけども、まずはこの調味料なんですね。調味料って醤油とかお酢とか味噌とか、あと塩、砂糖、全部白がつくのダメですね。白砂糖もダメだし、あと食卓塩もダメですね。塩じゃないから。できれば塩っていうのは海塩、海のやつがいいですね。ちゃんとしたやつ。あと砂糖は白砂糖ダメなんですけど、三温糖はどうですかってよく言われるそうなんで、三温糖は白じゃないんですけども、三温糖はその白砂糖にキャラメルの色素をまとめただけなので余計ダメです。白砂糖とキャラメル余計ダメってことで。あとは醤油も結構なんか今なんとか風とかありますよね。安い。ぶっちゃけた話、醤油、砂糖、塩全部安いのはダメですよ。値段が安いのはなんとか風なので、本物の醤油じゃありませんので。あと豆腐も結構偽物とかありますよね。なんか安いの、やっぱ安いのは良くないですね。なのでちょっと調味料はいいの買ってほしいなと思います。これは全然できると思うのでよろしくお願いします。あと油、私油結構遠いの来てるから、カナさんにも説明してるんですけども、自分もオメガ3っていう油を一日ちょっと舐めたり、結構舐めたりしてますね。なので油、できれば炒め物っていうのはオリーブオイルを使う。炒め物にはオリーブオイル、キャノーラ油とかなんとか、紅バラ油とかはもう一切使わず、で家で揚げ物とか天ぷらをしたら何使えばいいんですかって言うんですけども、もうそれ自体がアウトです。家で油、天ぷらなんかしたらもう全部天ぷらが入の油が全部口に入りますので、あれはもうカロリー高いし、あれはかなり太るだけです。で良くないですね。でオメガ3っていうのを取ってほしいと思います。オメガ3、これはもう炒め物とか別として、オメガ3はまあ食事からなんか取れないので、そのオメガ3っていうアマニ油ですね、アマニ油をスプーン一杯舐めるとか、それをしてほしいと思います。あとはこれ一食減らすっていうのもあるんですけど、人間、皆さんじゃあお仕事は一年中休みなくされてますか？休みがありますよね。ちょっとありますよね。だけど内臓っていうのは休みがないです。休みがないのにずーっと働きっぱなし。だからすごい疲れちゃいますよね。なのでできれば一日一食でも減らしてあげれば、その分休まります。お腹も休まるので、でまた食べてあげれば栄養が入ってきますので、
で休むっていうの大事ですよね。もう疲れちゃいますよね、ずっと食べてばっかりいると。なのでちょっと一食減らすにします。あとはよく噛んでください。よく噛んで、よく結構早食いの人いると思いますけども、早食い全然得意じゃありませんね。ゆっくりゆっくりよく噛んで、それを心がけるだけでかなり体質が変わってくると思います。体質っていうのは何の略だか分かりますか？体質、体質っていうのは体液なの。体液の質のことを体質って言います。でまずはこの4つだけ、とりあえず簡単なのでぜひやってみてください。もし何かわからないことがあれば質問いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、では本日も最後まで動画をご覧いただきまして本当にありがとうございました。